られた戦いに暮れる兵士たちがおりました。戦いに明け暮れて皆疲れ果てていたのです。ある日一人の兵士が弓の鶴を弾いたらとてもいい音がして、他の兵士も真似した。ああ、戦はいつ終わるのか、敵たちも弓を鳴らし始めた。長い弓、短い弓、いろんな音色奏でた。敵も味方も弓鳴らし、掛け合いの音が生まれて、戦いが馬鹿らしくなり、互いの音を楽しんだ。ああ、戦はいつ終わるのか、が弓を鳴らすとき、平和の音が聞こえる。あなたが弓を並べたら、弓は盾ごとになった。この盾ごとを鳴らすとき、平和の音が聞こえる。この音届けたい。